聴者の皆様こんにちは。九星術と十二支占いによる運勢鑑定スタジオがお送りする有名人の運勢鑑定と分析の時間です。今回は今をときめく大谷翔平選手が第一回としてはふさわしい人物と思い取り上げることにしました。それでは早速考察に入りましょう。大谷翔平選手は1994年7月5日生まれで、13年前に起きた東日本大震災で世界的に知られることになった日本の東北地方にある岩手県水沢市に生まれました。彼の父と兄は実業団野球の選手、父方の祖父も野球選手だったそうで、母はバドミントンの選手で翔平がアスリートとして優秀な DNA を受け継いでいることがわかります。また母方の祖父は陸上の選手だったそうで翔平選手の俊足ぶりは祖父譲りなのかもしれません。彼の九星と十二支を見ていきましょう。1994年の九星は六白金星で彼の生まれ月の九星は一白水星です。そして彼の十二支は犬年です。犬年生まれの人は周囲から可愛がられる人が多いと昔から言われているので、翔平選手の周囲のみんなから可愛がられるという人柄は愛情たっぷりに大切に育てられてきた家庭環境があったことと犬年生まれの特性も影響しているかもしれません。六白金星は勝利の星で、国王や帝王などの権力を表し、また指導者の星でもあります。他者との競争に強く、勝利を得るために自己を投下することを厭いません。例えば日本にいた当時、大谷選手にとって食事はアスリートとして最高の体を作ることを目標としているもので、味を楽しむのは二の次としていました。日本の元チームメイトたちからそんな食事では君は人生の大きな楽しみの一つを失うことになるよとよくからかわれていたエピソードが有名です。また六白金星は晩年運の星としても有名で経験年数が増えて年を取るごとに運気が上がっていく星です。多くのファンに愛され、敵チームの選手でも近寄ってきて思わず話しかけずにはいられない大谷選手の人徳を考えると、将来的には大リーグでの指導者の道も開けてくるのではないでしょうか。ただし一つ気になるポイントとして、六白金星はこのように年を取るにつれてどんどん運気が上がっていく星ですが、逆に六白金星の人の若い時期は意外と昇進でプレッシャーにはやや弱く、大舞台では十分に実力を発揮できない傾向があり、より小さなステージでの活躍が多くなりがちです。今年の大谷選手の成績は目覚ましいものがありますが、指摘されているように、イニングの最初の打順やチームがすでに先取点を挙げた後のようなプレッシャーの少ない場面でのホームランやヒットが多いというのは成績にも出ていて、チームが負けている時に得点圏に走者を置いての逆転の一打を期待されるような場面では得点圏打率が低くなってしまっている現状であり、そういう場面ではドジャースの主軸を打つウィル・スミス選手やフレディ・フリーマン選手が実力を大いに発揮するのと比べるとやや物足りないと評価されるのはそのような彼のメンタル面に原因がありそうです。ただし六白金星は先ほど解説したように自己投下の星ですので、経験年数を減るごとにこのような弱い部分は克服されていくことは間違いありません。エンゼルス時代は球団としてはやや弱い球団でしたから相手チームも常にエース級の投手をぶつけてくるわけではありませんでした。実際エンゼルス時代もリーグを代表するような投手が登板してきた時には大谷選手でも打てませんでした。今年は強豪ドジャースに移籍したことで、大谷選手念願のプレーオフ進出は間違いないと思われますが、逆にエンゼルス時代とは違って相手チームは常にエースピッチャーを投入してくるわけですから苦労するだろうなと推測しています。
しかし六白金星はレベルの高い環境でこそ実力を発揮する星なので、ドジャースで長く年数を経るごとに大谷選手のアスリートとしてのレベルはさらに上がっていくことでしょう。また移籍という大きなイベントとともに結婚という人生において運気の流れが大きく変わりやすいイベントが重なったことも今後の大谷選手のさらなる成長につながる契機となるでしょう。ちょうどそれまで家族のように大谷選手の世話をしてきた水原一平通訳が銀行詐欺罪で逮捕され、これからは私が翔平を支えると宣言している奥さん真美子さんを得たことは大きな運気の切り替わりといえる象徴的な出来事でした。大谷選手は今回の事件で大金を失いましたが、代わりに大きな人生経験とかけがえのない愛を手に入れたと言えます。大谷選手の人生にとって大きな転機となったという点で、やはり水原一平元通訳についても調べておく必要があるでしょう。水原一平氏は1984年12月31日生まれで、日本の北海道に生まれ、6歳の時に父がロサンゼルスで和食店の板前として勤めることになったことから米国に移住しました。彼の生まれた年の旧姓は七赤金星で、実は彼の生まれ月の旧姓も同じ七赤金星なので、彼は強力な七赤金星の特質を持った人物と言えます。彼は十二支ではネズミ年の生まれで、ご存知のようにネズミは米国でも日本でも非常に人気のあるキャラクターですが、ネズミ年生まれの人は多くの人から愛される人気者になることが多く、そのことは水原一平氏が逮捕される前は日本だけではなく米国でも人気者だったことからも伺えます。日本ではその人気ゆえか優秀な通訳者として中学校の英語の教科書に取り上げられる予定だったのですが、今回の事件で急遽取り消しになってしまったようです。逆に米国では今回の事件の顛末を題材にしたテレビドラマが作られることになったようで、大ヒット間違いないと言われていますから、思いがけず水原氏はとんでもない詐欺師というイメージでテレビ界に不名誉なデビューをすることになってしまうのかもしれません。九星術では七赤金星は雄弁の星と言われていて、弁舌に関わる仕事、弁護士、政治家、テレビキャスターやジャーナリストなどの分野に多くの優秀な人材を輩出している星です。また音楽や歌唱、演技の星でもあり、世界的に有名な歌手や音楽家、俳優を数多く生み出しています。水原一平氏も弁論に関わる通訳の仕事ですし、生まれ年と生まれ月の両方とも七赤金星という神聖の七赤金星の資質を持った人間ですから、通訳としても優秀な人物だったことが伺えます。ただし七赤金星には悪い方の意味では詐欺やペテン師という称誉もあるように、その弁舌の巧みさゆえに悪の道に走った場合には、これもまた天才的な才能を発揮することがあるのです。ただし、七赤金星生まれの人たちの名誉のためにお断りしておきますが、どの星の生まれの人であっても、悪い方の運命を歩む人たちは一定数必ずいるわけです。現在、日本の首相の岸田氏が七赤金星の生まれであるように、七赤金星は先ほど解説したように政界や放送界、芸能界、マスコミ界、ジャーナリズムなどにおいて多数の優秀な人材を輩出している星であることを忘れないようにしてください。また七赤金星は旧星の中ではおそらく最も賭け事の才能を持つ星で、新星の七赤金星の人物である水原一平氏が今回の事件で吸い寄せられるようにギャンブルにのめり込んでいったのも理解できます。表面的には彼の人生を狂わせたきっかけは2021年の違法ギャンブルの運営者との出会いかもしれませんが、破滅するまで転落していったのはやはり自分の内面に大きな満たされない空虚なものがあってギャンブル依存症になっていったと推測できます。
面白いことに大谷翔平選手にとってはちょうど所属チームが変わるタイミングで水原一平氏が去っていき、自分の世話をしてくれる人が伴侶の奥さんに変わったことで、いわば知らないうちに大谷選手の背後に取り付いていた邪悪な影が去って、さらなる栄光を生み出していく下地が生まれつつあるということです。こういう良い切り替わりが生まれる原因はやはり大谷選手が持っているトップを目指すためのたゆまざる向上心と国旗心、誰に対しても誠実な人柄が彼の人生における運気の流れを良い方向に変える力となっているからでしょう。今年、ロサンゼルス市議会は彼の背番号にちなんで5月17日を大谷翔平デーと制定するとして大谷選手を市議会に招き表彰しました。かつて米国に渡った多くの日本人のプロスポーツ選手の中でこのような名誉を授けられた選手がいたでしょうか。これこそ彼の人間性の素晴らしさの証明と言えるのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回の九星十二支による運勢鑑定分析が誰になるかは未定ですが、チャンネル登録をして待っていただけると幸いです。高評価もしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。